はい、どうもやすです。今回の動画ではマイスピーというメルマガ配信スタンドでステップメールを作る方法について説明していこうと思います。こちらがマイスピーの管理画面なんですけども、まずメルマガを発行するためにはシナリオの新規作成っていうところをクリックします。こちらですね。で、まあ作るのは無料メルマガなので、このチェックボックス、ここにチェックを入れたまま次へクリックします。で、シナリオ名ですね。こちらは、まあ、そのメルマガの、まあ、タイトルなんですけども、まあ、ヤスのメルマガという名前で、とりあえずシナリオを作りました。で、まあ、このあたりですね、まあ、差出人名だとか差出人のメールアドレス、こういった設定をします。で、登録します。そうすると、まあ、ヤスのメルマガということで、シナリオができました。で、次にですね、ここですね、ステップメール、ってところを、で、まあ、自動返信ステップ管理、という項目があるので、こちらをクリックします。で、こちらがステップメール設定の画面なんですけども、で、まあ、タブが、4つあるんですけど、まあ、主に使うのはこの最初の2つですね。本登録完了時っていうのと、本登録中っていうところですね。で、この本登録完了時、っていうのですね、まあ、メルマガに、ユーザーが登録した直後に、自動返信で、送られてくるメールの設定、ですね。まあ、サンキューメールって、呼んだりもします。そちらの設定なんですけども、この、まあ、左下にですね、ボタンが4つあると思うんですけど、この中のですね、この鉛筆のマークのボタンをクリックすると、この、サンキューメールの編集ができます。こちらが、サンキューメールの編集の画面ですね。まあ、件名と、本文。まあ、ここで、まあ、パーセントで囲われている、この文字なんですけども、まあ、これは、置き換え文字といってですね、まあ、例えば、まあ、その、メルマガ読者がですね、登録するときに入力した名前とか、メールアドレスとか、だとか、まあ、このシナリオの名前ですね、そういった項目が、まあ、勝手に、埋め込まれると、まあ、そういう便利な機能なんですけど、まあ、このようにですね、自動返信のメール、サンキューメールの設定を行います。はい。で、次に本登録中ってことで、こちらが、まあ、メインのステップメールの設定になります。で、まあ、ここでですね、まあ、まだ今、シナリオを作ったばっかりなんで、ステップメールが、まあ、1個もないんですけども、まあ、ここから1個ずつステップメールを、追加していきます。こちらがステップメールの作成の、画面ですね。まあ、件名と本文を、入力していきます。で、まあ、下の方に行きますと、まあ、このようにですね、まあ、分析オプションということで、まあ、そのメールの中にですね、まあ、URL を貼る場合ですね、その読者が、その、URL をクリックしたのかどうかとか、まあ、いつ、まあ、何時何分にクリックしたのかと、まあ、誰がクリックしたのかと、まあ、そういったところまで分析できます。まあ、ですので、メルマガを作って、まあ、自分のブログだったりとか、まあ、YouTube チャンネルとか、まあ、何かしら、まあ、外部リンクを貼るときにですね、そのユーザーが、どれくらい反応したかということをですね、この、クリック分析を使って、分析することができます。あとはですね、
配信時期ということで、まあ、登録日から、まあ、1日後とか2日後とかの、何時何分配信すると、まあ、そういうふうにですね、まあ、あらかじめスケジュールして、メルマガを作っていきますとか、まあ、他にもいろいろ設定があるんですけども、まあ、今回の動画では簡単な説明だけ、行います、はい。まあ、こういった感じで、ステップメールを作っていくんですけども、まあ、ちょっと、例としてですね、私の、まあ、メルマガですね。で、まあ、どういうふうにステップメールを、作っているかっていうところを、ちょっと画面だけお見せしようと思います。まあ、こちらは私の、ナンパのメルマガなんですけど、まあ、ステップメールをですね、このように、たくさん作ってまして、まあ、全部で、今はですね、71通目まであって、まあ、登録してから半年ぐらい先まで、ステップメールがですね、まあ、2日おきとか3日おきぐらいに、配信されるように、ステップメールを作っています。まあ、このようにですね、ステップメールを作ることで、まあ、毎日毎日自分でメルマガを書かなくても、メルマガに登録した読者に対して随時、自分がスケジュールした通りにですね、メルマガが配信されます。で、まあ、自分が届けたい情報だとか、もしくは何か商品を販売したいのであれば、登録してからいついつにこの商品のセールスをすると、まあ、そういったことがですね、自動化できますので、ぜひ使ってみるといいのかなと思います。まあ、あとこの、マイスペイに関しては、詳細は概要欄にリンクを貼ってますんで、ぜひ確認してみてください。それでは今回の動画は以上です。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。